いくよ。もしもし。もしもし。何歳ですか？17。今何してるんですか？暇だったから斎藤さんしてた。裏声ですか？裏声っていうか、地声マジ低い。一回地声してみてください。こんな感じだよ、ほんと。一回聞きたいです。裏声？こんなぐらい。地声。こんぐらい。斎藤さんの時は結構作ってる、ちょっと。そうなんですか？うん。何歳でしたっけ？17。彼氏さんは？今、別れた。あ、そうなの？うん。顔見せはなしっていうやつ？顔は恥ずかしい。ちょっぱらさった。本当にうるさい。彼氏いるじゃないですか。本当に弟。本当にうるさい。マジうるさい。本当に弟？ガチで弟。だるい、本当に。あっち行って。パパのとこ行っといて。面白い弟じゃん。斎藤さんしてるから。本当にだるい。本当ごめん。さらせー。ガチでだるい。ガチでだるい。コラボする？え？ちょっと待って、本当に。いい加減にしろよ！お前！なあ！俺に言ってる、もしかして。斎藤さんの弟殺してんだろ？なあ！何何どういうコント？ほんとごめん。俺は大丈夫だけど、どういうコント？根本っていうか、なんか弟が殺したくて。弟じゃん、見せてよ。弟見せる。話して。お兄ちゃん。弟？はい。じゃあ、顔見せて、弟さん。顔見せれないですけど。太ももだったら見せる。太ももでいいよ、太もも。太もも。ポケカネンって知ってます？ポケカナ？ポケカネン。わかんない。何ですか、ポケカネンって。お前まだまだ底辺なんだよ。そっか。あ、YouTuber さんもしかして？あ、こいつ YouTuber なの。弟 YouTube します、ちょっと待って、今調べたら出るかな。あ、本当ですか？ポケ仮面。カタカナポケ仮面です。ポケ仮面です。 Twitter とかでも出てくるんですけど。本当だ。あ、なんかキズクソガキボコボコにしちゃったみたいな。そんな感じの活動してるらしいです。本当に君？本当に、はい、マジでそうっす。すご。今ちょうどツアーでホテルに泊まってて、配信してたんですよ。うん。で、今お兄さんの声乗ってます。あざっす。お兄さん何してるんですか？いや、何もしてない。やっぱ女の子います？斎藤さん。俺一発目だからわかんない、ごめん。あ、本当っすか？一発目喋れる人が来たから、へ、女の子だってもいいやと思って。やっぱなんか男が斎藤さんってみんな女の子あさってるイメージがあるんで、その、本当に話せんのかなって思うんですよね、女の子と。女の子もあさってるんじゃない？あ、そうなんすかね。うん。本当に、あれ？女性や、今の人。いや、俺っす。二人一役？あ、そうっす、俺っす。もう一回やった、もう一回。なんか、絶対嘘だって、この際。いや、マジです。だって、ふさぎいたもん。コンサルしてるときに。あ、ポケ画面はいますよ。僕が女声やってた本人で、こいつがガチでポケ画面です。ね、意味わからない。ごめん。IQ182 ぐらい。いや、僕が女声兼別の男で、こいつが弟兼ポケ画面なんですよ。あ、弟はポケ画面で。あ、そう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 。君が女の子。あ、そう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 。でも、すごい女だと思った、マジで。マジっすか？女っていうか、なんか芸人でさ、わかる、あれ。綺麗だ。綺麗じゃないわ。綺麗だ。寝てこないよ。